はフラッシュライトはいはいはいもって落ちたんだけど落ちたんだけどもう早速なんか嫌な音が聞こえてきますねまたねこのねライトの幅が狭いよねこんばんは元気でちゅかうんはあピエロちゃんがいる はい、こんばんは、島津ですえ。本日はですね、こちらのフリーホラーゲーム、アンノーン、不明とね、言ったえタイトルのゲームをやっていきたいと思います。えこちらですね、特にそうですね、概要、ストーリー的なことは書かれてなかったんですけど、サバイバルホラーということでえやっていきたいと思います。それではやっていきましょうか。 これ今ね、開発中でね、途中までしか、あのー、物語が追加されてないみたいなんですけど、まぁ、あ、そこまでね、ちょっとやっていこうかと思っております。あ、HP があるね。え何これはフラッシュライト。はいはいはい。待って、落ちたんだけど。落ちたんだけど。おい。ちょ、再起動。 今でちょっと確認したんだけど、ストーリーとしてはですね、あなたに恐怖を与えるためのホラー FPS ゲームになってる。とのことです。だから、まあ、怖がらせるのに重点を置いた感じになってるみたいですね。でこれ、画面がね、もう元から暗いね、うん。フラッシュライトがないと何もできない感じ。はい、よかった。今回クラッシュし,しなかったね。もう早速なんか嫌な音が聞こえてきますね。またね、このね、ライトの幅が狭いよね。 うん、ちょっとね、明るさ的にはいい感じのものになってるっぽいけど、何にアイアームウェアということな、何すんだちょっと待って。で、ちょっと話戻すと、明るさはいいんだけど、ね、幅が狭いから、もう襲われたらもう溜まったもんじゃないです、ないですね。うん。このボックスアークのかなんあ、ジャンプもできる これさ、ハート3でさ、こう心拍数的なの100ってどういうことですかねハートがコンティニューで、えー、っと、心拍数の、心電図か、心電図の数値か、ライフですかね。え、それだけちょっと難しいゲームになってるってことですかうわー赤ちゃんがいる、あそこに。ちょ、アイテムないてか、マジでね、あの、暗いよ。<laughs> やばいよ、これ。うん。もう十分この時点でね、恐怖は感じますね。ははは はは待って待って待ってなんかキーっつったよキーどこどこがキーっつったほどこがキーっつったかい分からんどっちからキーって聞こえたかちょっと待って武器ないの武器こんばんは元気でちゅかはい元気でちゅよ、はい、まあ、一人一倍はここまでとしといて <laughs> ごめんねこれ何回復薬回復薬ではない 武器があるはずなんですよ、うん、サバイバルホラーってこと死体があったいやーちょっとびっくりしてね声が出ませんでしたね、えー、まず第一村人発見すでに心配は停止してるみたいです、うん、まあまあ彼にちょっとねうん木を止めずに武器を探しましょう何かがいるっていうのは確定だからね、うん、体をね真っ二つにするほどの何者かがいるっていうのははい えー、いやー、もう、あばらが見えてる。あばらじゃなかった。脊椎が見えてるよ。引っこ抜かれた感じだよね。なんか見た限り。両断されたって感じじゃなくて。え、プリーズ E ピックアップ。あ、な、何とった今何撮ったえ包丁持ってない包丁持ってるよ。あ、包丁持ってる。えこのモナリザっぽい人が包丁持ってたまさか。それとも今床に落ちてたのかね。ちゃんと確認しきれてなかったけど。えー、っと、God help me. 神様助けてくださいっつってる、うん、まあまそうだよねこんなおぞましいところにね閉じ込められて死体も目撃したらねそ神様にもねお願いしちゃうよえっ、ー、包丁しかないのかなっていうか包丁がよく見えないっていうねうんえこれ出てくるってことだよねもう武器が手に入ったってことは容赦なく敵が襲ってくる感じお待って刀がない刀じゃないあれ あ、刀だ、清流刀だ、清流刀。えこれ取りたい清流刀取りたい清流刀じゃなかったわ、清流刀に似た感じのやつ。いや、こっちの方がいいって。くれよ、おい。くれって。包丁よりかこっちの方がね、あの、長いから。リーチでね、相手に有利に立ち向かえると思うんで。で、これはろうそく。 火をつけるとかそういうわけではなさそう。っていうか、なんでこっちがね、行けるようになってんのかね。なんかあるやろ、絶対。えー、電気つかないわ。うわ、この清流塔欲しい、本当に。大丈夫えー、っと、今んとこ、ぱっと見本棚見た限りだと、ね、なんか、仕掛けが入ってる本棚っていうのは見当たらないですね。 いや、これフラグじゃない戻るとき襲ってくるんでしょどうせ。大丈夫今んとこはいないけど。いや、どっちからか来るやろこれ絶対。フラグだろう確実。えー、っと、ザ・ドア。はい。開いた。奥に行けど。うん。大丈夫は今なんかドッって音がしたよ。主人公の足音じゃないね。 えどっち絶対どっちからんじゃありゃ。魔法陣があります。魔法陣。んセーブポイントそういえばね、ロードって書いてあったんだよね。セーブポイントが多分どっかあるんじゃないかなって思います。これかなセーブポイント。おっと、イベント入ったぞ。んロード。あ、別の次元に飛んだってこと別の部屋に。いや、別の次元に飛んだっぽい。え 戻れないのかなあ、戻れないわ。あれ別の次元に飛んだっていうか、さっきのところドアだったんですかね。今、後ろ向いたらドアがあったけど。どうなんだろうワープしたのか、動画がいまいちわかんない<ま>。うわ、なんか緑。あー雪廃棄物発見しました。うん。雪廃棄物と、はは悲鳴聞こえたよ、悲鳴。う的なね。 どこやこれ多分近づくとダメージ受けるんじゃない近づいてみるいや近づいてもダメージは受けんわ。どっから悲鳴聞こえたもう一人ね、あの、いたみたい。おそらく今ので死んだと思うんだけど。まあ今気づいたけど、こっちの部屋来たらね、あの刃物がちゃんと見えるようになってますね。うん。まさっきの不具合だったのかな本来だと照らさないといけない。はあって聞こえた。はあって聞こえたよ。はあって聞こえたから一回戻るよ。 ちょっと戻して果たしてこのナイフでね勝てんのかなうんまあねあの見た限りねあの先端は尖ってる風に見えるからさせるとは思うんだけどキルンっていう動作を取る場合だとどうなのかなって感じなんか汚れてる感じがするからうんあピエロちゃんがいる何なに酔ってんの、うん、酔,って酔ってるっぽいねほら お入ってきた、入ってきた、入ってきた。ほらえははおびっくりなんだけど。待って、一発で62くらったよ。62。うん。これリアル思考だね。リアル思考なゲームになってるよ。だって、ピエロもワンパン、あ、ツーパンぐらい自身だから、おそらく攻撃力としてはね、一緒なんだろうね。うん。わぁ。 こんなやつが、ね、襲ってくるみたいですねお前、この野郎、お前、なんてことしてくれたんだ ?62 も食らったじゃねえか。どうすんだよ画面が真っ赤じゃないの。視聴者の人が見にくいでしょう赤っていうのは強調されるけどね、あんまり強調しすぎるとね、目が痛くなったりしたりとかね、見にくく感じるからね。どうしてくれんのこれで視聴者が離れていったら、責任取ってくれるんですかこ、れ何えこお、待て待てゴホゴホ言ってる。 大丈夫だよね女の人系女の人と女の人だうん何の儀式かね一人あぐらかいてますわちょっと早く回復アイテムを手に入れてこの赤い、うん、演出を解除したいいやー血だまり発見えマジで回復薬ないのだってき敵出てきたら確実に死ぬよねこれうん 頭使って倒せってことですかねあ、なんかある、なんかあるなか、うん、なんか。うんぬうんうんやばいやばい、これ回復薬だよ。回復薬やろ。噛んじゃった。回復薬でしょええええ回復薬じゃないな、えなんか変なとこ来た変なとこ来たは走ってくるしなんか走ってきたし。戻っていった。えゾンビですね。多分。あーこいつ登ってこれないんだ。じゃあ、人を おって、跳ねた、跳ねた、跳ねた危ない、危ない、危ない、はい。OK、びっくりした。え、今、跳ねたよね。ぴょんって跳ねたよね。うん。あれか。あの、フェイントだったんだね。近づいてきて、あの、距離をね、縮めるためのね、演技だったみたいです。ただ、ちょっとね、勢い余って飛びすぎたから、効率よくね、自分に近づくことができなかったっていう、残念なゾンビさんだったんですけどね。はい、惜しかったですね。こいつも、 どううなんだろう飛び越えてくんのかなっていうか、次くらったら終わりなんだけど。待って、遠距離からのね、あの、ヒットウェイで行かないと。OK、入った入った。あ、登ってきた、登ってきた。OK、OK、OK、OK。ツーパンツーパン。いやー、あったかった。で、これ何なの回復薬っぽく見えたんだけど、全然そうじゃないみたいですね。うん。よし。ここの部屋の王者は渡した。もう、恐れるものはないはず。 これ何なんなんかマジ気になるよね。うん。光ってるからさ。なんかなアイテム。あ、ゾンビたちが消えてる。ゾンビとピエロが。うん。え、to be, ああ、終わりだ。ここで終わりっぽい。えっ、ー、と、サブスクリビ多分、あの、フォローしてねって意味だと思う。to my YouTube. えー、ゲーミンドゥーム。ああ、この開発者の人がね、えー、解説してる YouTube チャンネルがありますよって、それはここですから、えぜ、ー、ひとも、あの、チャンネル登録してくださいって意味だと思います。はいはい、ここでね、終わりみたいですね。ホープスクリードユー You, <laughs> 終わった。はい、えーっと、不明というね、ホラーゲーム、うん、やらせてもらったんですけど、今までこの2ステージ 分しかないいみたいですね一応ね、予定ではですね、あの、こっから先のレベル、うんあの、ステージをどんどん追加していくってことなんで、うん、まあ、そうだね、あの、なんか更新とか、ね、大幅な更新とかがあった時に良ければ、あの、この続き取っていこうかなって思います。あの、なんつうのかな、ストーリー性はないんだけど、恐怖を重点に置いたゲーム、ホラーゲームとしてはね、あのなかなかいいもんじゃないかなって。 え感じました。はい。なので、ね、あの、続きが、あの、更新されたら、プレイしてみたいと思います。はい。ということで、えー、本日のね、あの、フリーホラーゲームシリーズ、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。えー、またね、なんか、面白いもの、すんげー怖いものとかね、そういったものが、えー、あったりしたらね、こんな感じでやっていきたいと思うので、よければチャンネル登録とかね、えー、高評価していただければ、すごく嬉しいです。よろしくお願いします。 それではね、えー、本日はアンノーンといったゲームをやらせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。